タイムアップ塾ホットバージョンボリューム33のバトル中に飯田明が見せた左足ブレーキ、このテクニックに読者からの問い合わせが殺到。そこで左足ブレーキにはどんな意味があるのか、どうやればいいのか、本当にタイムアップできるのか徹底研究だ。ドラテク最終兵器、左足ブレーキテクニック、久々登場のタイムアップチェックです。講師の方は川崎俊英さんですね。よく見てよ、俺そんなちっちゃくないでしょ。あ、井田明さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。左足ブレーキなんですけれども、はい、よく使われてるんですか。そうですね、タイムアップにつながる使い方としては、はい、荷重移動をコントロールするとき、コーナリング中にまあ、結構大きいあるのとかスピードの乗ってるところで前後の荷重をコントロールしながら常にタイヤのグリップを保てるような感じでこうコーナリングするときにパワーをかけながらブレーキでコントロールする。あとはですね、エンジンでパワーバンドってのがあります。そのパワーバンドをなるべくパワーバンドにコーナリング中に近づけられるように常にこうエンジン回転を保ちながらコーナーを立ち上がっていく、より良いパワーのコーナリング、脱出スピードの立ち上がりを実現できるんじゃないかと。なるほど、はい、そういうことはこの2つですね、パワーバンドを外さない、はい、あとは荷重をコントロールする、この2つが肝になるということですね。じゃあこれをちょっと今日はテーマにやってみたいと思いますけれども、はい、でも難しそうですね、それはね。でも慣れればね、そんなに難しくないでしょう。簡単ですか。うん、いいこと聞いたわ。私もやってみよう。あれ、あれ、やってみます。誰だよ。誰だよあれ。おい、トンコ、こっから左足で、やっぱりいきなりやるのは無理か。おお、大丈夫だよ。できないじゃないの。そこでまずはこんな練習方法からいってみたいと思います。ベーシックな、左足ブレーキのまず練習、まあ、2足ぐらいでこうストレート走って、この時にこのどのくらい効いてるかっていうのをここで感じ取る、これをまずやってみる。この感覚さえマスターすればやることはすごく簡単、あとは応用なのだ。それでは本題。まずはパワーバンド外さない左足ブレーキ。ここでは左足ブレーキの効果を見るために区間タイムと最高速を計測。進入はヒルアントゥーで、普通に進入してきて、で、まあ、クリップのあたりでちょっと左足ブレーキを使いながらアクセレーションすると、でブースを立ち上げてそのまま全開、まあ、とりあえずできそうだからやってみよう。はい、はい、まずは二郎がアタック。右足のタイムを破れるか。うわ、足がひねれちゃう。なんといきなりタイムアップに成功。なかなか君できるね。本当に、うん、パワーがなんていうの、コーナリング中もパワーバンドが維持できるみたいな。立ち上がりの後ろの流れる感じ多いでしょ。多い多いでしょ。踏みすぎてんのかな。いや、それがいいね、それが目的だから。それでは走りの違いを見てみよう。ここでポイントになるのがブーストメーター。左足の方が右足に比べブースト圧を高く維持できているのが分かる。ということはブーストがかかった状態のまま加速状態に入れるので鋭い立ち上がり加速が得られるってわけだ。お次は飯田選手のお手本走行。それでは飯田選手がどのように左足ブレーキを使っているのか見てみよう。まずは普通にヒール&トーで進入、続いて右足がアクセルに移るのと同時に左足もブレーキへ移動。そのまま動力を加えている間、右足では負荷をかけながらパワーバンドの落ち込みを抑えているのが分かるだろうか。あとは車が脱出方向を向いたら左足を離して全開にするだけ。この場合の左足ブレーキはコーナーでのタイムを縮めるというよりも立ち上がりの脱出スピードを上げることで次のコーナーまでのストレートでタイムを稼ぐテクニックなのだ。明さん、お次は荷重をコントロールする左足ブレーキ。レッスンは荷重が長くかかる最終コーナーへ移動。さあ最終コーナーにやってきましたが、はい、ここではどういう感じで使えばいいんですか。ここはですね、まあちょっと R がまあ
結構きついんですけど、しかも下ってるからちょっと難しいんですけども、次郎くん行ってみよう。君ならできる。はい。まずは次郎が右足でアタック。これで2足に落とす。これベーシックの振り方。ちょっと、まあ、アクセルコントロールがラフですよね。あの辺を左足ブレーキ使うことによって、もう少し、スムーズな、立ち上がりができるといいんですけども、ちょっと緊張してます次郎くん。さあ次郎、タイムアップなるか。難しいな。では外から。さあ左足ブレーキ2速、ここで使う。コントロールする。 OK。 そう、だいぶできてますね。基本的にまあクリップまでで、ね、突っ込みは右足ブレーキ、ベーシックの乗り方と一緒。そのクリップに行くまでにパワーをかけながら、左足ブレーキを使って、リアのトラクションの抜けを抑えるっていうのに、使えると一番いいんですけども。さあどうですか、荷重コントロールの左足ブレーキ。なんかね、やっぱフロントにプップって入るような感じがして、いい感じ、あのね、見ててもね、すごく綺麗にできてて、おかしいなと思って、なんでこんなに簡単にできちゃうのかなと。ただでもそんなに難しく考えなければ難しくないでしょ、なんか やってみろって言われると、なんか意外にできちゃったなみたいな、ね、僕って才能あるのかなみたいな。くれぐれも皆さん勘違いしないようにまあそれでは僕は今度代わりにやってみたいと思います。お願いします。さあ先生のお手本走行、まずはノーマルスピードで。それでは走りの違い、ここではステアリングに注目。進入までの打角量は左右ほぼ同じだが、左足ブレーキを使うことで車の向きを素早く変え、少ない打角量で済んでいる左足に対し、右足はさらにステアリングを切り込んでいるのがよくわかる。外から見ても荷重をコントロールする左足ブレーキにより積極的に車の向きを変えていることがわかる。この場合の左足ブレーキはアンダーの出やすいコーナーやアンダーの強い車に効き目抜群。どうですか次郎君。お見事でした。なかなか君も上手ですね。ありがとうございます、はい、普段だとアクセルラインで待ってなくちゃいけない、その待ち時間が遅いっていう気持ちが、そこで何かを一つやろうっていう、そう なんかやってるから、結果早くなってるんで、いや勉強になりました。いやよかったですね。で今はターボ車だったんですけど、これが NA の場合ってどうなんですか。基本的には一緒、NA でもやっぱりパワーバンドがあるんで、まあできると思うんですけどね。なるほど。まあ口で言ってもわからないんで、僕が実際にやってみたいと思います。はい。NA 社代表としてマイチューンされたばかりのシビックアローチョイス。まずは右足から。やってみたいと思います。まずはブレーキング。 NA になっても基本操作は同じだが、前輪駆動の場合アンダーを考慮して動力は全体的にソフトなのが特徴。この結果を見ても、左足ブレーキはターボ、NA を問わずタイムアップには十分有効なことが分かった。ただしその努力は本人次第、くれぐれもトントのようにならないよう安全には注意して練習しよう。てことで、はい、どうですか。いや結構これは使えるテクニックなんじゃないかなと思いましたね。実際にね、こう見てもわからないんですけど、体感してもらった方がいいですね、ちょっと一度はね試してみるのは手かなって。これは、はい、ぜひ、テクニックの一つとしてね、練習してもらうと、まあ何かの時に、例えば、パニックった時、あ、それはね塾長も言ってました。そうですね、レース中にあちょっとアンダー出たなって言ったらクッと。そうだとバトル中、まあサンデーレースの中の時にちょっと車に、前の車に追いつきすぎちゃったなと思う時に、立ち上がりでのパワーが欲しいから、そこでちょっと左足ブレーキ踏んどいて立ち上がりを全開で。応用編ですよ。また応用編、その辺は自分で感じながらやってもらいたいと思いますね。これで次郎君もまた速くなるね。頑張るぞ。ということで、はい、最後は、はい、アキラさんにスーパーテクニック使っていただいて、こう一周、
左足ブレーキを一周使った走りをやってみたいと思います。よろしくお願いします。それではシビック R で全開アタック、一周トータルでの左足の使い方をイメージしてもらいたい。